エルモ社は1921年に創業し、全世界で製品を販売しています。ショガカメラの市場シェアは 60% を超えており、世界で一番有名なクラスルームソリューションブランドです。アメリカのテレビ番組で放送され、多くの学校で活用され、授業が楽しくなるツールだと評価をいただいています。エルモのクラスルームソリューションには、ショガカメラ見えるもん、ワイヤレスペンタブレット書けるもん、専用ソフトイメージメイトアクセントがあります。まずショガカメラ見えるもんの特徴を見てみましょう。見えるもんはフルハイビジョン映像の出力ができます。12倍の広角ズームと8倍のデジタルズームを採用し、最高96倍のズームを実現します。さまざまなものを鮮明に大きく映し出すことができます。さらに A3 横フルサイズの広い範囲も映し出します。アームの自由な動きはさまざまな角度から映すことができ、180度回転するカメラヘッドと300度回転するアーム、楽々操作が可能で、あらゆる角度から映し出すことができます。見えるもんはこれらの特徴を生かして、さまざまな教育シーンに活用されています。真上からテキストまで映したり、子どもたちの様子を映したり、また小さいものでも摂写し、ワンプッシュオートフォーカスボタンによってすぐにピントを合わせることができます。真横からメスシリンダーを映して生徒に目盛りの読み方を教えたり、顕微鏡アタッチメントレンズを取り付けたら顕微鏡画像も手軽に投影できます。書けるもんとセットならパソコンなしでも電子黒板として活用することもできます。ハイライト機能を使って注目させたいところを生徒に見せることができます。コンペアピクチャ機能を使って静止画ドライブの映像を2画面で表示します。標本資料の表と裏、数学の角度を教える、昔と今の地図上の比較などができます。マスク機能を使って映像の一部を隠した表示ができます。答えを隠し生徒の理解力を高めます。マイクが内蔵されているので、先生方も簡単にビデオを作ることができます。授業の内容を USB メモリまたは SD カードに記録することができます。用途を広げる周辺機器との組み合わせの紹介です。デジタルテレビへ出力、プロジェクターで投影、パソコン画面と実物投影機の切り替え、さらにイメージメイトアクセントを活用すれば、さまざまな機能を使うことができます。例えばイメージメイトアクセントの完結録画機能を使って、豆の成長の撮影や、このようなセミの歌の撮影もできます。実験を通して生徒の好奇心を伸ばします。コマ撮り録画の機能を使ってコマ撮りアニメも作ることができます。電子黒板との連携、見えるもんと電子黒板を一緒に使うことができます。書けるもんをプラスすれば、先生と生徒の距離がさらに近くなります。先生は教室のどこからでもインタラクティブな授業を行うことができます。書き込むこともできます。操作エリアのファンクションキーを使ってワンタッチで画面の切り替えをすることができます。先生たちの意見を聞いてみましょう。It allows me to be free to walk around the room and give the sense of excitement that wasn't there with my students. They're eager to use the tablets themselves, but I can use the internet and write comments on them, label them. 生徒たちの意見を聞いてみましょう。Really, really, really, really cool. The era because I can see it better, and I was on it to see.